どうも、謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございます。くよろしくお願いいたします。くさあ、前回はですね、マスクドコメディアンオリジナルグッズ紹介ということで、オリジナル覆面キャップをご紹介しましたが、なんと何を隠そう、もう何も隠さないんですけども、新しいオリジナルグッズが完成いたしました。今回ご紹介するマスクドコメディアンオリジナルグッズはこちらです。でん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 、ひゃー、マスクドコメディアンオリジナルコインケースでー、はい、パチ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 からの8888とね、というわけでございまして、なんとこちら今回もですね、前回のオリジナル覆面キャップ同様、メキシコの、職人さんが作っていただきました。覆面レスラーの方でね、こういう、オリジナルコインケースを作ってはる方もね、何かおられるんですけども、まさかマスクドコメディアンもオリジナルコインケースがね、できる日が来るとは思いませんでしたね。見てください、額に笑いという文字があってね、前回のね、あのキャップもそうなんですけども、よりこの額の笑いという字がね、もう難しいんじゃないか、細かい作業ですね、これ職人技ですよこれね。そしてですね、後ろがベン、ちゃんとこうね、マスク同様こう紐になってるんです。そしてこうね、キーホルダーみたいに、ぶら下げるところがありまして、ここはちゃんとね、ファスナーで開け閉めていきます。中はこんな感じになっております。なかなかね、可愛い、コインケースで結構僕も気に入ってるんですけども、こちらをですね、ちょっと今のところグッズとして販売するかどうかっていうのをちょっと今、考えておりますので、もし販売した時にはぜひぜひ、皆さんよろしくお願いいたします。で、今のところね、僕はカバンにつけてますので、ひょっとしたら会場でカバンつけているその男がひょっとしたらマスクドコメディアンかもわかんないですからね、その辺も注目をしていただきたいと思います。くはい、というわけで今回はマスクドコメディアンのオリジナルグッズ、マスクドコメディアンオリジナルコインケースを紹介いたしました。どうもありがとうございます。